MG 小太郎とエール正野、笑う角にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。どうも。はいはい。あのね、サムネイル、うん、サムネイル、あの僕らの YouTube のサムネイルは、はい、絵描きのマッツンが描いてくださってるんですが、はい、かっこよくリニューアルしましたね。そうですね、ちょっとイラストが変わりましたよ。まあ見ていただくと分かるんですけどもね、うん、急にかっこよくなったまあそういうちょっとね、あのおふざけ冗談半分ではないですけども、かっこいい感じのもっていうのを言ったら、本当に想像以上にね、ね、本当まさかもまんざらじゃないって言ってたかもしれない。まあちょっとあの遺影にしたいぐらいでもね、うん、アイドル感出てきたね、あれ。そうですよね、うん、怖いことにちょっと、もともとうちら二人はちょっとアイドル感あるもんね。あ、そうですね自分たちで言うのかわかんないですけどあのイメージとギャップある方はいるかもしれないですけど、うん、俺あのやっぱりグリーンズもうちょっとアイドル感出していくのに、はいはい、あのネットフリックスのね、うん、あのジャニーズの嵐のドキュメンタリーをまさくに見てほしい。あれね、うん、あのネットフリックス限定のやつですよね、うん、ちょっとやっぱりまさくんなんか、はい、グリーンズアイドルとしてのなんか自覚足んねえなと薄々前から思ってて。そうなのそんなことあったの俺アイドルグループのつもりだったのに、あ、まさくん自覚すごい足んないな、ね、あ、ごめんごめん、あ、そんなにフリックだったんですか全然分かんなかったよ正直そういう意味で言ったら本当に足りなかったと思う持ち合わせてなかったその自覚。俺もうだって嵐の あれ見てるとね、嵐のねあの、はい、ドキュメンタリー見てると何がいいかっていうとね、はいはい、自分もね6人目の嵐のメンバーって自覚が芽生えてくる。あ、自覚しちゃったんだ、うん、あ、そう、ちょっとすごい影響力だな、それ受け取るものがすごいですね。アイドルってこういう感じっていうのがこういう感じあの、はい、伝わりますか。うん、伝わってきて、なんか俺もそのアイドルとして の、はいはい、あの自覚が出てくる。ああ、なんか必要以上に受け取った感が大丈夫ですか。多めに受け取った感じありますけど。まさくんもね。ああ、わかりました。見てほしい。まあそうです、コンビである以上ね、やっぱり同じ、うん、あの意識で、ね、合わせていかないと、そこは、うん、ちょっと全然僕自覚は本当になかったんで。あ、すごくね、面白いよ。あ、単純にドキュメンタリー、うん、嵐ってね、はいはい、例えば記者会見するのに、はい、39時間の間に4カ国とか、はい、ジェットで移動したりするの。ああ、そっか。39時間で4カ国だよ。アジアツアーとかみたいな感じで行けそう。そうそうそう。だから、どっからが昨日で今日から、昨日と今日が切り替わったのか。なるほど。昨日どこにいたのかっていうのがね、分からなくなってくるって言ってたね。グリーンズめちゃくちゃ分かりますけど、ね、僕らの活動。ほぼ、まあ、ね、夜更かしするぐらいはありますけど、あ、すごいですね。39時、で、やっぱりね、はい、俺、日本で一番努力してる職業ってアイドルじゃないかなってね。ああ、そっか。うん。なるほど。すごく反省させられたアイドルとして。うん、あ、アイドルとして。うん。銀河アイドルとしてね、やっぱり。そう。努力足りなかったな。あ、そう、あ、そんな思っちゃった思っちゃったって、うん。いや、嵐を見ちゃうとそう思うかもしれないね、確かに。あ、うん、見てほしい、だから。あ、ちょっと見ます。1年くらい前に、あれですもんね、確か、番組開始っていうか、放送されたやつですもんね。うん、まだ当時はね、そんな移動も全然できた方だから、うん。全国50カ所のね、はい、ライブツアーの50カ所だよ。ああ、50って県超えてますもんね、うん。すごい。しかもアジアも行って、世界中ですもんね。で、アメリカでね、デビューしようと、うん、その、なんていうのかな、うん、世界で嵐を巻き起こすっていうことで、その回数、休止直前に、うん、今、アメリカでね、うん、売れれるように、向こうでプロモーション取ったり、うん、そうなんすか。挑戦ね、なんか、その、なんか、のんびりじゃないけど、もうファンサービスだけで終わるわけじゃなくて、うん、挑戦していく姿を見せるのが嵐だって。へぇ、うん、すごいですね、それは。すべ、ね、て、うん、グリーンズもね、はい、努力だけでも、やっぱ嵐に、うん、努力が勝てないんじゃないか。努力は勝ち負けじゃないかもしれないけど、でもまあ、
志としてはすごく大事ですね。なんかそういう刺激を受けて、影響を受けてっていうのは確かに。うん、なんか単純に彼らがすごく頑張ってる姿を見て、うんうん、あの勇気をもらったね。なんかあ、いいですね、うん、ドキュメンタリーとしてはじゃあ相当じゃあ素敵な、まあ、嘘がないですもんね。そういう意味で言ったらあれは、うんうん、あれ裏の姿とも言えるんですかね。俺もなんかそのレストラン行ってね、あるレストラン行った時に、うん、こんな美味しいウーロン茶飲んだことないですって言ったら、ウーロン茶、はい、うん、いや、はい、それほうじ茶ですって店の人言われてる場合じゃないなって。あ、それちょっと場合じゃないかもしれない。それ嵐関係ないかもしれない。それ場合によってはちょっと失礼になる。そんな場合じゃなかったと。それはちょっと、あの、場合じゃない。それは本当に場合じゃない。うん、初めて飲みましたってね、言ったら、あ、それほうじ茶ですって。そうですね。確かに、ウーロン茶じゃないもんね。それ確かに、ウーロン茶で考えたら、ほうじ茶の味だから確かに初めてですもんね、それ。初めての首足みたいに。なるほど。あ、まあまあ、でも確かにね、嵐ちょっと、一回か二回目、なん、ちょっと見ちらっと見て、途中でまだやめたかな。一年ぐらい前にちょっと見たりました。うん、もう一回ジャンプ全部。まさくんは、あの、どの、あの、ジャニーズに参加してるつもりなの？あ、待って。あ、つもり？あ、全然つもり、積もってなかったけど。俺は、嵐の6人目だと思って。あ、そう、そうなんですね。今、日々生活してるけど。あ、そうだったんですか。あ、今最近ですか。うん。あ、もう休止直前で、はいはい、あ、グリーンズはやっぱり嵐のメンバーの、はい、嵐に匹敵するアイドルになりたいからね、グリーンズは。あ、まあまあ、1年半ぐらい前に日比谷公園で掲げたような目標がね、うん、志がね、ありますからね、僕らの。そろそろ時間も、あの、なんだ、あの、期限も迫ってますからね、嵐の。そうそうそう。ね、2年経ちますから。うん。嵐ロスにね、はいはい、なった時に、はい、あの、日本にはグリーンズがいるっていうね。うん。うん、3人ぐらい思ってくれるかもしれないですからね、うん、本当に。まあ、ほぼね、今となっては、諦めかけて、はい。いや、そうですね。諦めもね、今ね、誰も覚えてない可能性もあります、聞いた人も、ね。まさくん、好きなアイドルとかいるんですか？好きなアイドル、ジャニーズですか？うん。うん、え、ジャニーズ。もしくは、はいはい、あの、入れるんだったらどこ入りたい？隙間があるだろ、みたいな感じです。入ってるからここ入りたいっていう。いや、それ絶対すごい おこがましい話になっちゃうけどね、うん、まあでもその入る入らないはまあちょっとあれとしても、うん、なんかその例えばそうだな、ジャニーズで言ったら今誰だろう、まあ、スマップは解散しちゃいましたしね、ちょっとあれですけど、うん、あれ出てこないな、すぐ嵐以外で、あ、ジャニーズって今誰がいるんだろう、そもそも全然わかんなくなってきたね。トキオも解散しますもんね。うん、あ、そうなの？解散しますか？あ、独立しましたよね、確か。うん、長瀬くんが裏方に回ってみたいなとか、うん。結構だから僕らが中学校ぐらいの時のジャニーズの人って結構、うん、あ、V6 もいるか、まあ。意外とね、やってない人が多いっていうかね。そうだね、まさくんがね、はい、思いのほかアイドルに詳しくなかった。ちょっと、本当にね、出てこない。全く今出てこない。振らなきゃよかったってやつですね。後悔させるぐらい、本当に。こんなところで悩ますみたいな。ちょっとアイドルじゃないですけど、今はね、うん、アイドルじゃないですけど、赤西くんと錦戸くんが、うん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 、ジャニーズを脱退して、うん、二人で活動してるの、YouTube やったりしてますよね。ノート TV とかで。で、うん、そういう、あれを見てると、なんか、その、あのノリがすごく、なんか、同じ世代なので言ったら、うん、なんかすごいいいなっていうかね、楽しそうだなと思って。うん、そう、あ、そうそう、うん、あのね、要は、その、嵐の人たちってなんか、すごい助け合ってて、うんうん、で、その、一人でやるよ面白さもあるけど、うん、やっぱり仲間と、その仲間っていうのかな、なんか一緒にやる良さをね、あの うん、ドキュメンタリーですごい感じたの。なるほど。一緒にやる良さを。そっかそっか。うん。うんうん、作り上げていくみたいなことなんですか、ね、うん。一緒にやる良さを、うん。で、松潤がね、なんかもう僕が考えてる以上にそのライブとか、うん、やっぱりプロデュースすごくしてるんだよね。うん、で、
そのあとね、松潤ね、結構私服はね、うん、ソロイストを着てた、結構着てた。あ、そうなんですか。あ、松潤と服、松潤とあの服持ってるみたいな、ね。あ、マジですか。それ嬉しいですね。うん、まあ、僕ソロイストの、ソロイストの服って見たらすぐわかるので、あ、そっか。まあ、特に僕の持ってるやつ結構多く着てたから。へえ、うん。で、うん、うん、何の話だったか。なんかみんなで作り上げて、ソロイストの番組持って帰っちゃってますけど。みんなでね、なんか。で、松潤がね、はいはい、その、プロデュースとかも。アメリカでプロモーション撮ってる時に、うん、はい、ちょっとスタッフが間違いばっかりして、はいはい、切れるシーンがあるのね、若干ね。で、やっぱり松潤、やっぱりその作ることに関して、人一倍こだわりが強いので、その、スタッフがミスしてる時に切れるシーンがあってね、うん、アメリカのダンサーたちが凍りつくシーンがある。そんなピリッとした瞬間が、うん、で、うん、でも帰りのバスの中で、うん、あの時お前がなんかイラついてるから、うん、アメリカのダンサーたち凍りついてたぜとかって冷やかされててねあ、ちょっと軽くいじられるみたいなそういじられててで、うん、俺そんなに怒ってないでしょって言って、うんうん、俺らはお前のことよくわかってるからまだ 30% だって分かってたけど、アメリカのやつお前のことを、うん、嵐のディーバーだって言ってて、歌姫だって言ってて、彼を怒らせちゃいけないって言ってたんで、すごい茶化してて、そこがなんかすっごい仲良さが伝わってきて、いいっすね。うわ、すっごいいいと思って。あ、それいいっすね。めっちゃ、すごい、そこ逆にいじれるって相当いいっすね。なんか関係性がすごいいいですよね。そうそう、うん、なんか、一見切れてる、うん、感のところをいじってて、うんうん、俺そんな怒ってたみたいな。まあ本気だからね、そこは、うん。なるほど。そこがね、いいっすね。なんか、うん。なんかそのちょうどジャニーズの話じゃないんですけど、西野さんとキングコングの西野さんも同じようなことを、うん、まあ、ちょっと言ってたのを思い出して、その、うん、西野さんが藤森慎吾さんってオリエンタルラジオっていう笑いの、うん、コンビの方も YouTube で、まあ、人気の YouTuber っていうかね、活動もしてるんですけど、うん、YouTube の方も。で、最近コラボトーク、一緒にこう、車運転しながら、その、車中でトークしてみたいな中で行ってて、すごく印象的で、あ、なるほどって思ったし、思ったのは、やっぱり仲いいやつの話っていくらでも聞けるよねって話してて、うん、なんかその YouTube とか、笑い芸人とかいろいろやってるけど、なんかやっぱり、仲良く話してるやつの人の話で、ずっと聞いてられるんだよね、みたいな話を。うん、してたときに、あ、なるほどなと思って、うん、なんかそのうまいこととか、いいこととか、そういうなんか、何かを知識を得れるとかっていうのも大事だけど、なんかそういう、なんか、ものを見たり聞いたりすると、やっぱなんか、見てる方も気持ちいいですよね、なんか、そういうシーンって。うん。うん、すごく、そういう仲間と一緒にやることの、うん、なんか素晴らしさが伝わってくるドキュメンタリーなんでね。うんうん、で、やっぱり自然にアイドルとしての自覚も芽生えてるし。それ自然なのかな？なんか、自覚すごいですね。相当、なんか感受性が強いのかな？相当柔軟なあれ。でも、昔、はい、その、ある方が教えてくれたのが、はいはい、その、ジャニーズっていうのは、例えば5人のメンバーだったら、はい、例えば、スマップで言うと、うん、キムタクが人気出てきたら、うん、周りのメンバーはキムタクを、やっぱり、うん、嫉妬するじゃない。まあ、しかも10代とかですからね。うんうん、でも、その、嫉妬するんじゃなくて、うん、その、人気が出てきたやつを、うん、とにかく仲間でね、押していけと。うん、盛り上げていけと。なるほど。キムタクが出てきたら、キムタクを押していくんだ、メンバーで。うんうん、そうすると、全体の底上げされて人気が高くなるっていう、そういうジャニーズ理論っていうのがあるんだよね。だから、そのメンバーの中で、こいつが調子出てきたなと思ったら、そいつを押していくっていう、ね。なるほど。で、うん、それは実は、船井幸夫さんっていうね、伝説のコンサルタントの先生が、はい、お店の中で一番売れてる商品を売り場の面積を増やしたら、うん、売り上げがすぐ上がる、全体の売り上げがすぐ上がるっていうね、その一番
一番伸びてるやつを伸ばしていくっていう、その戦略なんだよね。あ、ちょっと同じなんですね。うん。そういう、なんていうのか、嫉妬で潰し合うんじゃなくて、調子がいいやつを伸ばしていく。お店でも一番売れてる商品の売り場を増やしちゃったら、全体の売り上げはすぐ、一番簡単に売り上げを増やす方法として、その方法を、まあ、紹介されてたんだよね。そこの方法なんだよね。いいですね。なんか関係性も心地、いいですよね。活動しも良さそうですよね。そのグループ内でもね。その、お店とかもね。で、まあ、これからね、やっぱりその、仲間と一緒にやるとか、コミュニティの時代になるっていう、なっていくのでね、まあ、その、仲間と一緒に何かをやろうっていう時にね、その、嵐のドキュメンタリー見ると、仲間と一緒にやるっていうことが、すごく、なんていうのかな、そこにモチベーションが高まってくるので、これからのコミュニティ時代とか何か仲間と一緒にやろうっていう方にぜひ見ていただきたい。なるほど。大事な要素が、じゃあ、裏テーマがね。あるわけですね。表側、まさくんは、やっぱり、ちょっとグリーンズとしてのアイドルの自覚が足りてない、ね。いや、正直ちょっと申し訳なかったですね。ここまで足りてないと思わなかった。ないと言っても違うですね。そこまでしてた逆に持ってると思ってなかった。やっぱり週1ぐらいでエステ行くぐらい、ね。マジか。まさくん。ちょっと自意識。なるほど。そっか。週1で。いや足りてなかったな。全然、週一でラーメン食べてる場合じゃないですね。じゃあ、その。俺、だって2週間に1回整体行ってるもん。あ、メンテナンスね。エステじゃないけど。エステじゃないって話ですけど、と思いましたけど。でも、俺の場合結構年いってるから、整体になっちゃってるけど、まさくんまだ若いから、やっぱりね、大島圭介さんが、超人気美容師さんに、やっぱりモテる女性って、どれぐらいの周期で美容師に、美容院来るんですかって聞いたら、あ、もう素敵な女性は大概もう2週間に1回は来ますってね。あ、まあ女性か。まあそっか。すごいですね。やっぱりまさくんも、やっぱ、一般男性ならまだしも、まさくんの場合、やっぱりグリーンズというアイドルやってますから。あ、そうだったね。2年ぐらいやってたんだけど、アイドル。2回は、アイドルか。絶対 S で行った方がいい。はい、あ、本当です。S でファーストクラから始めなきゃダメですね。じゃあ、ホットペッパービューティー見てみますね。じゃあ、ちょっと。いや、そんな意識は皆無でしたね。絶対 S で行った方がいいよ。なるほど。じゃあ、ちょっと2年、今まで2年間何やってたんだってことですね。逆に言うと。ね、俺はちょっと整骨院とかになっちゃうけど。はい、大事。やっぱりなんだかんだでね、体が整ってないと。俺はちょっと、尿検査的なことになっちゃう。それアイドル言わないフレーズです、多分。それアイドル禁止の NG ワードです、アイドル中って多分。まあ大事ですよ、そこも。そこは大事ですけどね。そこは多分ドキュメンタリーでも映らないシーンだと思うので。裏の、まあまあでも、その仲間との、あれですね、コミュニティっていうところでの学びにもなると。ちょっと見てみます。はい、そう。で、その、滝本康生さんっていうね、アマさん、まあ、女性のね、お坊さん、女性のことをアマさんっていうんですけど、その、滝本康生さんっていうお釈迦様のね、まあ、研究されてる、方なんですが、その、ある方がね、相談があってね、その、もう絶対に許せない友達がいるんです。私たちずっとね、恋人ができなくて、私たち一生ね、もう付き合うのやめようね、結婚しないとこうねって、約束した友達がいるのに、なんとその友達が、恋人ができちゃったんです。許せないんです。そっか、嫉妬しちゃった。絶対許せないんですって、そういう相談だったそうなんです。で、康生さんが言ったのは、ああ、惜しいことしたねって。そこで、喜んであげたら、次はあなたに恋人ができる番だったのよって。なるほど。まず最初に、幸せは友達に先に来るの。幸せは先に友達に来て、その友達を祝福してあげたら、次はあなたの番になる。なるほど。でもね、そこで喜んであげれないと、ハッピーがね、去っていく。
これをね、ハッピーターンって言うのよって、ね、お茶目な高生さんは言ってないんだけどね。言ってないんだね。なんだ、ちょっと反応しちゃった。ハッピーターンのとこだけは言ってない。言ってなかったですね。まあ、言っても全然、うん、それ以外は言ってる。いやいや、そうなんです。それ以外は言ってる。なるほど。ハッピーターンうまかったですけどね。だから、これ、ジャニーズ戦略だよね。そうですね。キムタクが人気出たら、キムタクが人気出たのを祝福して、キムタクをしていくと、次は自分の番になるっていうね、うんうん。まさに仏教の教えからもそこは言われてるんですね。うん、そう。これをお釈迦様は随喜苦毒っていう表現していてですね、一緒に喜ぶだけで、あなたに徳が溜まっていくっていうね。例えば人に親切にしたりしなくても、うん、友達が嬉しいことを一緒に喜んであげるだけで、うん、自分の徳をね、うん、宇宙貯金が溜まっていく。あ、いいですね。うん、それはというわけでね、はいはい、今日は宇宙貯金というちょっといい話にね、ギリギリたどり着いたところで、あそこは目的地だ、はい、僕も知らない目的地ということでよかった、ありがとうございますというわけで、まさくんね。はい。まさくんは美容院なんか、どれぐらいで行くの？まあでも、早ければ1ヶ月に1回ぐらい行くときはありましたけどね。あ、まさくんでも伸ばしてるもんね、結構ね。伸ばしたりしてて、たりしとか、まああと、軽くちょっと重みを取りたいときとか、いう調整みたいなので、整えるとかはありますけど、うん、最近は2ヶ月ぐらい行ってないかもしれないですね。いや、せめて1ヶ月に1回は行ってほしいね。まあ、ちょっと2週間に1回は、2週間に1回。2週間に1回はエステ行ってほしい。2週間に1回にですね。うん、まあちょっとエステ探すところからですね。で2週間に1回は、ちゃんと爪切ってほしい。爪はね、爪は毎週切ってる。爪毎週切って、あ、毎週切ってる。爪は毎週切ってます。爪だけはアイドルとしてるんですか？いや、そんな、若干深爪だったりしますけど。爪は切ってますね。頑張りました。まあ、はい、大心を出し、心だけ大事にしてもいいよとか、はい、ジーボタンとエール・マサのワランカミはグリーンズ、ありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ